皆さんは朝ドラで主演する女優さんのギャラは1本でいくらくらいだと思いますか今回は朝ドラをより楽しむための雑学として NHK の朝ドラで主演する女優のギャラ事情を紹介します。実は NHK の出演料は朝ドラに限らず大河ドラマや紅白歌合戦も全て共通しており 出演料は女優さんのランクで決まります。NHK の出演料は最低ランクが30分で5万円なので新人の場合は30分番組で5万円の出演料からスタートして1年ごとの契約更新時にギャラが上がっていくというシステムになっています。朝ドラは1本15分なので新人の場合 朝ドラ1本の出演料は2万5千円となります。朝ドラが130話だとすると、朝ドラに主演した場合の出演料は2万5千円かける1 3 0話で325万円になります。朝ドラに主演してもギャラは安いと言われるのですが、確かに、 撮影期間が半年以上にわたる朝ドラで主演する出演料が325万円というのは安すぎますね。もちろんこれは新人が NHK の番組に出た時の出演料なので有名な人は知名度や NHK への貢献度などで出演料のランクが上がりもっと出演料をもらうことができます。それでも NHK の出演料は民放よりも安い上、朝ドラの主演になると拘束時間が長く朝ドラ期間中は他の仕事も入れられないので朝ドラの出演料だけを考えると朝ドラへの出演は割に合わないそうです出演料が安くても朝ドラに出演する理由朝ドラの出演料が安くても 朝ドラに主演したいという女優が後を絶たないのは朝ドラで主演すると朝ドラ女優という看板ができて注目度が上がるからです朝ドラが終わると民放の CM 出演の依頼が殺到したり民放からもドラマの出演依頼が来たりして引っ張りだこになるのでギャラが大幅に上がりトータルでは大幅な収入アップになるのですまた 朝ドラに主演した女優には出演料とは別にもう一つご褒美があります。それは海外旅行です。朝ドラに主演した女優は朝ドラが終わると NHK の番組で好きな場所へ海外ロケに行くことができるのです。朝ドラの撮影は拘束時間が非常に長い上ハードな撮影になるので朝ドラに主演した女優さんの多くが もう一度朝ドラのオファーがあっても2度目の主演はやりたくないというほどハードなのです朝ドラ「ブギウギ」で主演した趣里さんは「ブギウギ」で主演した時のことを次のように振り返っています歌と踊りがあったので休みも振り入れとかレコーディングがあってプライベートの時間が持てなくて大阪で撮影だったので 絶対に USJ 行こうと思ったけど行けず趣里さんは朝ドラの撮影がつらかったようでもう一度朝ドラ主演のオファーが来たらどうするかという質問に対して考えさせてくださいと答えていますこのように朝ドラはハードな撮影が長期間にわたるので NHK は出演料とは別に撮影の終わった女優さんをねぎらうため 番組の海外ロケを利用して女優さんに海外旅行をさせてあげるのです。さて今回は朝ドラ女優の出演料を解説したのですが皆さんは朝ドラ女優の出演料をどう思いましたか参考になったと思う人はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。